さ、私は4月11日にインドから日本へ来ました。シゲシで6週間くらい研究しました。シゲシ講義は日本の会社についていろいろ教えもらいました。たくさん習いましたと面白かったでした。日本に来る前に日本語が全然わかりました。今ひらがなとカタカナと全部読みますと書きます。今ゆっくり話すことができます。日本語わかりましたから私は良かったです。会社へ行ったら日本語で話します。日本でいろいろ見たり聞いたりしてたくさん仕事を覚えたいです。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。どうしてもいいです。